チャオ、あーちゃんです。今日は11月の25日水曜日、あーちゃんの昼ご飯はこれ、鶏肉と里芋の旨煮138円と、ちょっと待ってね、138円の旨煮こぼしたからからね、結構汁がすごいからね。ちょっと今どこ置こうかな、ここにうまいこと置きたいんだけど、よいしょ、ここに置いておきましょう。旨煮、それと、松屋の70円のコロッケ、これちょこいでこうと、あっちゃんが握ったきんぴらごぼうのおにぎり、これであっちゃんのお昼ご飯です。この3区の駐車場で食べます。いただきます。ではきんぴらごぼうがはみ出してんだけどね、いきます。今水量が効いて美味しいね。里芋、味しいんで美味しい。いいね。美味しいね。なんか和食。最近でもね、和食に行ってしまうところがある。子供にもこうやって帰ってきてる。あと今ね、煮ころがし作ろう思ってんこの前から、なかなか間がなくってね、すごい優しい味やね。味はすごい薄い味でね、優しい味。かっきって薄すぎるんかったらそうでもない、ね、ちゃんと優しい味がついてんの。いいね。美味しい美味しい。優しいね。里芋ってこんな美味しいんだ。ねっとりしてね、ほんのり甘くて、きんぴらごぼう、きんぴらごぼうで、あっちゃんきんぴらはご飯にすごい合う。おいしい。はい、バラね、最後だなくなったから。ふんやないね。
タルクも本屋なくなってね、チャリンでもなくなって、2階にカーブスできたんや、うん、灰原の人どうすんじゃろうね。サンクに本あった時、洋本屋来ててんけどな、あいつ結構本好きやからさ、いろんなジャンルの、だから本屋さんはすごい楽しめてんけど、もう本屋さんなくなっていくの悲しいわ。椅子がプー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 へいこいとるみたい。うん、おいしい。ミルキークイーン美味しいな。人参さん、何個しか入ってる。ダテヤのコロッケ美味しいの、70円やけど、コロッケってさ、意外と作るの手間かからへん。芋を潰して、味付けして、肉炒めて、で玉ねぎとかなやかにいろいろ混ぜて、で揚げやんのやん、衣つけて1個7円。まあコロッケでもだからって200円300円やったら高で買わへんし、うん、手間考えたら結構いいやつよね。うん、だけどね、なんかコロッケって割りやすいよね。うん、美味しい。鳥、鳥別で似てんのかな、しっかり味ついてる、うん、美味しかった。138円、芋の煮ころがしコロッケ70円、約200円ぐらいです。さっちゃんの今日のお昼ご飯。ラブンの弁当200円ってすごいね。うん、安いよね。うん、価格は高いよ。うん、ラップが広がっていくわ。満足満足。
美味しかった。ごちそうさまでした。汁こぼれたのかな。なんぼなんて車がボロくってね、汁こぼれの人嫌やから足が長いな。口をくくっとかんとさ、汁出たとき嫌やな。ごちそうさまでした。で、職業のデザート。ね、4本でお勤め100円のバナナ。あ、やっこいな。もう腐る寸前。腐る寸前って言い方悪い。あ、これも膨れたかったな、食べてね。まあいいや。ふにゃふにゃ。いただきます。あ、甘っ。この車中バナナはね、すごい視線を感じる。スイーティオ甘さぎっしりじっくり熟成高知バイ栽培ドールバナナやけどめっちゃ甘い。うまい。うまい。美味しかった。ごちそうさま。ということで、今日のあちゃんのお昼ご飯。70円のコロッケと138円に、14円。152円ぐらいかなのと芋の煮転がし、里芋の煮物150円の220円、ここにバナナが20円、250円ぐらいです。全部でごちそうさまでした。美味しかったです。デザートついて甘々バナナ食べてで、ね、お腹いっぱいになったんでね、満足です。これで、まあ、250円と安いし、美味しいしね、ありじゃないのかなと思います。ということで今日は、今日のあっちゃんのお買い物この辺で終わりにして、お家帰りたいと思います。あっちゃんの車中飯でした。ではまたね、バイバイ。